こんにちは。社会保険労務士の牧野です。今日はですね、優秀な人が突然辞める3つのパターンってことでお話しさせていただきます。まあ、皆さんの右腕とかですね、左腕のですね、優秀な社員さんが突然辞めてしまう3つのパターンについてお話しさせていただきます。これね、やっぱり社長さんとしては抑えておかなきゃいけないので、ぜひですね、最後まで聞いてください。一番ですね、多いパターンは、えー、っと、何かっていうと、やっぱね、 嫌になって辞めちゃうってケースなんですよ。嫌になって辞めちゃう。嫌になって辞めちゃうっていうのは、それ以上ここの会社にいても自分の成長が見込めないとか、社長についていけないっていうケースですね。で、優秀な人ってやっぱ夢も大きいし、望みも大きいんですよ。ですから、優秀な人が辞めないようにするには、その会社自体が成長してるとか、もっと活躍できる場があるとか、成長できるとかっていうことの期待がないといけないんですね。 ですから、この優秀な人を辞めさせない一番のポイントは成長していくということとか、夢、ビジョンを大きく持って、そしてですね、全員がですね、伸びていくようにやっていくっていうことがすごく大切です。で、組織っていうのは正直ですね、優秀な人が、まあ本当に気持ちよく働いてくれる、優秀な人の雑用とかを取ってって、優秀な人が優秀な仕事にですね、携われるような環境を作っていくってめちゃめちゃ重要なんだけど、 あの、大体の会社って、優秀な人を気持ちよく働かせるとか、フルに活躍させるっていう発想よりも、実はですね、案外、できない人を何とかするとか、できない人をね、よちよち歩きにさせるとか、よちよち歩きの人を歩かせるとかっていう、そういったね、できない人をちょっとできるようにさせようっていうふうに注目してる会社がめちゃめちゃ多いんです。 はいで。人間っていうのは、できないこととか悪いことに意識を集中するんだけど、それって実はあんまり儲かんなくって、できる人、うまくいってることを伸ばしていった方がうまくいくわけ。成功してる人、頑張ってる人、会社全体を引っ張っていく人が、もっと活躍できるように、こう、仕事を、余分な仕事を取るとか、サポートするとか、その人に権限を渡す方がいいんだけど、どちらかっていうと、できないこととか悪いところを何とかしようっていう方に集中しちゃうんだけど、それは実は、 なんていうかの、量力が、あの、もったない感じなんですね。組織全体については。だから、コツは、そういった突然で、ね、優秀な人を辞めさせないために、えその人の雑用とかえ、無駄な仕事とか、効果のない仕事で取ってあげて、その人が気持ちよく働ける状態を作るっていう、すごくですね、あの、コントロールをしてあげるってことが大切です。それによって、優秀な人がね、 雑用とか無駄な仕事で終われるってことがなくなるんで、その人をサポートする。話も聞いてあげる。その人に活躍できる場を作って、そして活躍していることをちゃんと評価する。認めてあげるっていうね、状況を作っていくのが一番重要なので、まずそうやって突然にやめさせ、やめてしまうっていうことのリスクを抑えましょう。二番目はね、あの、どんなことでやめてしまうかっていうと、これね、あの、体を壊すってことなんですよ。 優秀な人はやっぱり仕事が集まってくるんだけど、やっぱり集まりすぎちゃうとストレスで体壊しちゃうんで,すで、優秀な人って気持ちよく働いちゃうんだけど、どうしても長時間労働になりやすいんです。で、仕事が溜まれば溜まるほどブラックボックスになっていって、えっ、ー、と、何をどうしてるかわかんなくなって、そしてある日突然倒れちゃうとか、死んじゃうっていうケースあるんですね。これ実際に、まあ、 あの、僕30年近く社労省やってるんで、時々出てくるんです。ほんと滅多ないですけど、うちのお客さんのところって優秀な社員さんが突然辞めるとか、倒れるってケースはないんだけれども、滅多に。それでも30年近くやると、数名やっぱそうやって体を壊してリタイアしたっていう人を見てきました。かわいそうです。で、それとかね、ギリギリのとこで踏みとどまってる人っていうのも正直いるんで、やっぱり、 そういった優秀な人があまりに遅くなってたらやっぱ働き方改革で仕事を取っていかなきゃいけない特に管理監督者に多いもんですから管理監督者といえども労働時間の管理が今義務付けられてますよねですからそういったところについてはちゃんと遅くならないようにカバーしていくってことがどうしても必要ですでもしくはあの権限をもっと与えて帰れるような状況とかストレスがなくすを思いっきりねなくすように帰って あの中小企業の場合は役員まで持っていっちゃうとかっていうようなえとストレスをなくして権限を強くしていくっていうのも結構効果的なんでうちは結構あのそういった働き方で気持ちよく頑張ってくれる人は役員にすることを応援し、あのお勧めしたりしてます。そしてここも先ほどの言ったようにこの突然ねそういった人が辞めたり健康管理ができなくなっちゃうとまずいんで まあちゃんと人間ック受けてくださいねとか、健康のことは別途ね、誰かがつけて聞くっていうような形をして、社長はその、一番ね、成果の上げているベストパフォーマーを大切にしないといけないんですね。実はあの、会社の儲けって、2割のね、優秀な社員さんが結構上げてるっていうケース多いんですね。特にアイデアを出すとか、 会社全体の雰囲気で引っ張ってくれるとか特別のスキルを持ってるっていう人たちがいるのでそういったところはねちゃんと健康管理も含めてやっていくっていうこととやっぱりそういう人たちが成果でね頑張ってできるようにその状況をねあのちゃんと作ってあげる気持ちよく働けるような状況とか環境を作ってあげるっていうのは社長さんのすごく大きなね、えー、対策でぜひねやってもらいたいと思います。で そういう人が突然辞めてしまうっていうのは、先ほどの一番目、二番目に比べてリスクは少ないんだけど、介護で辞めていっちゃうケースがあるんですね。で優秀な人が独身で、ずっともう財政を突っ走ってきたんだけど、あの、結果独身だったもんで、あの、親の介護の時に面倒見る人がいない。で、しかもそういう人たちが、その、家族がいない、兄弟がいないとか、兄弟離れてるっていうケースは、親の介護をどうするかって話が直面しちゃうわけ。これでも、実はあの、 30年ぐらい社ャ士やっててお客さんがね2名ぐらいやっぱり優秀な人が介護離職してすごくショックを受けたことがありますでこれも本当にあの起こりうることなんですねこれから段階の世代のお父さんお母さん多いのでその人たちがやっぱり突然介護になっちゃう今までは健康だったんだけど突然倒れちゃうっていうケースが起こってくると思いますはい、まあ、今まではね確率少なかったんだけどでもそうなるとね本当に大きな痛手になるんですよ で、そこについては、やっぱり、介護離職については、防ぐのは、介護休業期間とか、介護が起こった場合、一番最初にやらなきゃいけないのは、ちゃんとね、その、介護休業期間っていうのは、ケアマネさんとか相談して、施設を探す。自分が面倒を見るんじゃなくて、どっかの施設にお預けするっていう期間、そういったところを相性を探したり、周りの説得をする期間っていうふうに、ちゃんとですね、あの、常日頃から、 えー、介護の時の対応法について従業員にちゃんとアドバイスしていくってことが大切なんですよ。で、私ども時々ね、そういった介護の話とか、介護休業の話とかっていうことについてお話しさせていただくんですけど、そういうことをね、知らずに従業員任せにしちゃうといきなりね、面倒見ちゃうケースがあるわけ。介護しちゃうケース。それは本当にあの、離職につながりやすいので、介護休業は 本人が介護するんじゃなくて、施設を探したり、介護をやり続ける、えー、環境を作っていく、整えたりするね、えっ、ー、と、場だよっていうことを徹底的にお伝えするっていうことで、優秀な人がね、まあ、か、これ優秀な人だけじゃないんだけど、介護離職を防止するってことがすごく大切だと思います。で、今日ね、ポイントは3つです。1番目は、えっ、ー、と、優秀な人がね、忙しくなりすぎて、あの、やめてかないようにしよう。 そのためには優秀な人の雑用とか取っていったり、優秀な人のケアをね、必ずやろう。で、2番目も、えー、っと、優秀な人たちが打つとかならないように、これもちゃんと時間を計っていったり、もしくはね、あの、気持ちよく、ストレスなく仕事ができるように、結構、 昇進してったり、自由に働ける環境を作って権限も渡していくと、能率があります。これね、本当に、あの、役員昇進をね、お勧めしてるケースがめっちゃ多いんだけど、えっ、ー、と、ストレスなくね、働けるもんで、結構、使用人権、普通のね、部長さんを使用人権も役員にして、さらに部長、あの、役員にしたっていうケースは、結構確率が高いです、成功確率が。で、3番目は、これは、あの、優秀な社長、あの、優秀な部下だけじゃないんだけど、介護に対してのちゃんとね、 え、備えをお伝えしていくってことです。介護休業っていうのは、突然発生するんだけど、発生した時に、面倒を見る期間、介護する期間じゃなくって、施設を探したり、周りとね、施設に入れていいかとか、施設で面倒見ていいかってことを調整する期間なんだよってことを徹底することをお勧めします。ということで今日は、え、優秀な社員さんに突然辞めさ、やめてね、大変な目に遭わないように、 社長さんに対するアドバイスを3つさせていただきました。ロームはですね、今現在8つの事務所でサービスを展開している社会保険ローム事務所です。で、本当にですね、あの実務的なことから、え、儲けの秘密、それから働き方改革であらりをアップするとか、まあ、そんな感じでね、今回の介護も実は助成金もらいながら休んでもらうっていう形を取ってるんで、ロームと付き合うと逆座屋になる。 お金を生み出す社労事務所、かっこれは各自称、日本一お金を生み出す社労事務所、各自称ですけど、そういうことを目指しているんで、もしよかったらね、えっと、こういったことにご興味がありましたら、無料相談にですね、お問い合わせいただけると、本当にですね、喜んでいただけると思いますので、ぜひね、無料相談で実際にお会いできることがあれば楽しみです。じゃあ、最後までご清聴いただきましてありがとうございます。次回の動画でお会いいたしましょう。